ず自己紹介なんですけど、富士通の、富士通コンピューターテクノロジーのファンと申します。仕事は、組み込み Linux の開発をやってます。今日は、3つのトピックを持ってきてみんなと、共有したいと思います。まずは、今年の2月で ELC で、LTSI のワークショップで、皆さんと、話した、内容なんですけど、この資料で、書いた通りですけど、2017年の1月で、この RFC、80121で、リリースしたんですけど、ここにIPv6 の資格で、その中にこのパッケージ2ビッグというフラグメンテーションという、脆弱性がありますけど、これは、メインラインのアップシューブの方で、3.18 まではずっとこういう脆弱性が、あってて、3.19 で、アップシームのカーネルで、この RFC、8012で、サポートしました。 ですけれども、その時はその RFC は、正式版じゃなくてまだ、ドラフト版に、なります。で、この IPv6 の、レディロゴのテストを、実行する時は、その時の、IPv6 のテストの、仕様は、まだその、この RFC、8021の近くは、サポートしてないのでずっと、フェイルしました。で下の図の通りに、そうですね、実際 3.19 でこの、ソースの方は、入ったんですけど、IPv6 のレディロゴのコンフォーメンステストの時はずっと、失敗、してて、2年以上かな、失敗、ファイルで、になりました。で、つい最近なんですけど、IPv6 の公式の、ウェブサイト上で、今年の、3月で新しいの仕様を、4.0.7 で、リリースしました。で、この中には概要的にその更新した、仕様の内容を書いたんですけど、具体的には、このテストスペシフィケーションの中に、先ほどのそうですね、これは、3.19 の、パッチなんですけど、この脆弱性を、修正しました。この、PTB のパッケージは、1280より、小さいの、サイズという修正のパッチを、ありました。で、それは、このテストの中に、セクション4のところで、修正しました。で、そうですね、これは、IPv6 の、レディロゴのテストの仕様なんですけど、この中に、新しいリリースしたの、仕様の中にはもう、修正した、内容を、反映しました。この辺ですね、1280倍、1280バイトの、It's not expected to 1280バイトより小さいの、要求がもう反映されました。この辺、この辺も、この、パッケージ2ビッグのメッセージが、ちゃんと新しいの、バージョンの仕様の中にはこういう脆弱性を、反省しました。で、つい最近で4.9 の、
LTI SI のバージョンが出て、これをあの 4.9 の LTI SI 版も、この新しいの IPv6 レディロゴのテストを、流して、まあ、結果はどういうかを、ちょっと確認しようと思いますけど、今日はまだその、結果は、できてないんですけど、あの次回は、その結果を持ってきて、皆さんと、に報告させていただきます。で、これは IPv6 の話なんですけど、で、別の話で、そうですね、うち の, あのセキュリティの調査でこういうあの脆弱性がありました。この CVE 番号は2016-5863ですけど、概要の内容を見ると、まあ、Android の脆弱性で、コロコムはコロコムの製品の中にこういう脆弱性がありますよってというあの文を、見えますが、下の CPE のところも、Google Android で、しか書いてないんですけど、まあ、普通に見ればこれはあの Android 固有の、脆弱性ですが、実際あこれも、そうですね、Android の、 あの次の毎月 の、 あのセキュリティの公開情報の中にも、本脆弱性 の、 あの CV 番号も、載せたんですが、実際この脆弱性のソースを見たら、これは修正パッチなんですけど、ドライバーの下の HID の USB HID の HID device.c というあのファイルに修正します。でこれは、Android じゃなくて普通の、AppSumo の、 あのカーネルのファイルなので、じゃあ、カーネルも該当じゃないというあの話が出ました。で、実際は、まあ、これは、確認したら、これは、AppSumo の、カーネルは、4.7 で、このあの同じような脆弱性、同じところの脆弱性を修正して、ソースを見たら、ここですね、この文を、もしあのチェックあの ELSE の中に入れるとあのチェックしないそういう状況があるかもしれないので、あの AppSumo の方はここだけを外に出して必ずあのチェックしますけど、Android の方は、上の方 も、もうまとめて外に出すという、あのつまりは、Android の、ソースコードと、カーネルの、AppSumo の、まあ、あのちょっと、フラグメンテーションがありましたということで、今回の、まあ、皆さんもこういうあのことを、あの確認した方がいいと思います。で、一方なんですけど、あのこういうような脆弱性で、あの今年の、7月まではあの Android の脆弱性はほとんど、カーネルというあの CPE を、載せて出したんですけど、あの結構あのあの実際はカーネル の、 あのものじゃなくて、あの、各ベンダーのソースの中の脆弱性ですけど、あの CPU のところにあのカーネルを書いて、あったんですけど、あのその後、NVD の方で、修正して、CPU はちゃんと Google Android で、出したんですけど、その中にはやっぱりこういうようなケースがあって、実際もあの AppSumo も該当じゃないという、状況なんです。で、次は、次も脆弱性なんですけど、これは、そうですね、CV 番号は、2017-11164 で、どういう脆弱性というと、まあ、PCRE、要すると、正規表現の、チェックツール、
というあのユーザーランドの、ものなんですけど、この、PCRE の、中に、PCRE の、underbyexist.c の中の、まあ、中ファンクションが、脆弱性がありました。で、これも、CPU を見たらあの PCRE だけで、載せてますけど、他のあのまあ、これは NVD の情報なんですけど、他のベンダーで、Debian とかは、PCRE のみ、ガイドというあの様子を見てますけど、 Red Hat はちょっと違ってて、 Red Hat はこの脆弱性に対して、PCRE だけじゃなくて他のも あの Glib とかもガイドで、あの出張して、まあ、We are not fixed ですけど、まあ、大した、脆弱性ではないかなと 思うんですけど、まあ、Glib も該当という情報があって、一応確認したら、Glib の、ソースの中にもあの PCRE のソースも、含めて、じゃあ総数的にはあの Glib も、該当の可能性があります。で、さらに、PCRE の、バイナリーファイルを確認したら、こちらの、こちらは、プロテコードで、Glib の、あの横取で Glib を、のバイナリーを、スカンしたら、あのやっぱりこの Glib の中には PCRE の、コンポーネントも、含まれることを分かりました。で、翌頭のレシピをあの確認したら、あの Glib というレシピの中に、あのコンフィグの項目があって、システムか、内部の、PCRE 使うか、そういうあの、項目があります。で、翌頭のアプシウムのメインラインでは、システムあの外部の PCRE で、あの使ってという設定がありますけど、あのビルド下の、ビルドする時はあの静的にこの PCRE を、リンクされてあのバイナリーファイルをビルドしました。でビルドしたの中もあのやっぱり PCRE の、ものが、まあ、静的にリンクされて、あのデナミックの、リンクじゃないので、まあ、やっぱり、この脆弱性は PCRE、PCRE だけじゃなくて、まあ、Glib も、ガイドになります。でそこに、Glib は、まあ、デナミックで安定的にリンクできるかどうかはまだ、これから確認あの調査しますけどまだ、分からないですね。で安定的にリンクできれば、まあ、被害度かなと思うんですけど、でもその方法は毎日まだ、分からないです、はい。で、まあ、最近気づいたことをこの、3点で、みんなとも、こういうあのことあるかどうかを、戻りましたら確認すれば、ありがたいんです。はい、以上です。ありがとうございます。何かあの質問とかこんなこともあるような話があれば、セキュリティをかけるのって大変ですよね。確かに。まあ、Android の方も結構なんか毎月いっぱいの脆弱性が出て、その中にどれがあの本当にあの 関係あるか、すごくあのうちの内部は結構工夫が、うん、あの工夫というかあのコースがかかって、うん、時間も結構いっぱいかかって確認したんですけど、あの最初はあのこの CPU のところにあの Android じゃなくてカーネルの CPU が書いてて、あの確認しなければないですね、うん、で最初この辺で、まあ、最近は、うん、まあ、ちゃんと Google Android で、変わりましたが、うん、はい、ということがありました。意外な落とし穴といえば落とし穴で、ね、と思うんだよね。
じゃあ、サニシンさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。